こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日はオーストラリアアマゾンへの納品方法、郵便局、納品、EMS も船便も航空便も全部ストップしちゃったんで、その代わりの納品方法ということで、今日は DHL の使い方を説明します。DHL はですね、オーストラリアアマゾンに納品するには、アマゾンが関税を払わずに受け取る関税元払いで送るか、インポーターを用意する必要があります。で、法人で取り組んでる、あるいは法人を持っている会員さんはね、DHL のアカウントを開設することで、関税元払いが使えます。そうすれば、普通に DHL を使って納品できる。さらに、法人アカウントを作ると、送料の割引、なんかも受けられるんで、納品方法でね、法人を持っている方は DHL に問い合わせてみることをお勧めします。で、法人内容という個人の会員さんはね、オーストラリアの DHL アカウントを持っているインポーターが必要になります。で、このインポーター用意しましたんでね、ご利用希望の場合はご連絡ください。で、私の方でね、法人契約をして、荷物をまとめて送ることでね、割引料金で利用することもできます。で、そのための価格をね、交渉中なんで、急がない方はね、もう間もなくこのいくらで利用できます、ここに送ってくださいというね、案内できると思いますので、お問い合わせください。少々お待ちになってお問い合わせください。またこの輸送についてはね、他の輸送方法なんかで納品している会員さんもいますので、どうやって送ろうと、ね、これぐらい荷物ありますというのをね、どんどんお気軽にご相談、ご報告ください。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。